悲しき熱帯は、1955年に、フランスで刊行された、文化人類学者、クロード・レヴィストロースの著書である。1930年代のブラジルの少数民族を、訪ねた旅の記録をまとめた、気候文だが、その文章に散りばめられた思想、特に優れた未開社会の分析と、ヨーロッパ中心主義に対する批判により後に、本書はセンセーショナルな評価を受け、 文化人類学、また構造主義におけるバイブルの一つとなる。また人文科学にも大きな影響を与えた。抽象に世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろうという有名な一節がある。また、優れた記録文学としても受容され、20世紀を代表する文学作品の一つとして挙げられることも多い。フランスの権威ある、 文学賞の一つである、コンクール賞を専攻するアカデミー・コンクールは、フィクションでないために、悲しき熱帯を受賞の対象外とされたのは、非常に残念であるとの声明を出している。1999年の、ルモンド20世紀の100冊では20位。また同年、テレビ番組で行われたアンケートでは、フランス人の選ぶ20世紀の名作50でも20位に、選ばれている。ありがとうございます。